ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。今回はデュアリティを考察します。二面性とかそういう意味かな。ゲーム自体は完全にできているわけではありませんが、すでにマルチエンディングが実装されているようです。早速遊んでみようよ。くそ、くそ、くそ。タクシーに乗るお金がない日に限って、なんで雨に降られるの？悪しき雨に対抗するべく非常に貧弱な盾である腕を構えながら、できるだけ早く走った。まるで海が逆さまになったみたいだ。私はすでにびしょ濡れになっている。風邪をひきたくないなら、避難場所を見つけるべきね。目の前にあるお花屋さんにオープンの札が掲げられていた。あそこだ。私はドアを開けて中に突入した。後ろ手にドアを閉め、濡れた髪を撫でると、花の心地よい香りが私を包んだ。ああ、もうずぶ濡れ。でも、コートの下は大丈夫みたい。辺りを見渡すと小さなため息が漏れた。カラフルなバラから小さな多肉植物まで、多種多様な植物が私を取り囲んでいる。少なくとも、素敵なお店にはたどり着いたらしい。今日は天気が悪いですね。私の注意は少し先のレジに移った。その後ろに金髪の少年が立っている。彼は恥ずかしそうに小さな笑顔を送った。あ、どうも。そうね、いきなり入ってきてごめんなさい。避難できる場所を探してたの。大丈夫ですよ。ここにいる間、自由に見て回ってください。彼の笑顔は少し大きくなった。接客がうまい。よく見ると可愛いか彼の外見は気にならないだね。まあ、可愛いとは思いますし上の選択肢を選びましょうか。展示されている花を見始めた。アレンジも悪くない。他では見たことのないものもある。仕事に行く途中でよくこの場所を通り過ぎてはいたけど、立ち寄る時間がなかった。小さな植木鉢なんかいいかもしれない。私のアパートを明るくできると思う。ねえ、彼の名前が書いてある札を一別した。キース、鉢植えを買いたいんだけど、どれがいいかわからないの。おすすめはある？簡単に枯れないのがいいかも。彼の目はすぐに輝いた。わかりました。いくつかおすすめがありまして、まずはアロエベラなどの多肉植物です。少し刺激的なものなら、ピースリリーもいいです。スパイダープラントも初心者に人気ですよ。彼は植物を指差しながら名前を言った。その後、それらを世話する方法も教えてくれた。さっきまで少し臆病そうに見えてたけど、そんな考えはなくなった。従業員が親切に助けてくれるのは当たり前だけど、キースは本当に情熱を注いでいるように見える。彼は植物について話しているとき、本当に幸せそうにしている。アロエベラ、ピースリリー、スパイダープラントのどれを買うかだね。どれが良いかは正直わかりませんが、アロエベラにしましょうか。キースに私の選択を伝えると、彼は喜んでうなずいた。植物の世話で困ったことはありませんか？もしよろしければ、他の種類についてもアドバイスできます。今のところは大丈夫よ。気を使ってくれてありがとうね。とりあえずはこれを育てる。でもうまくいったら、もっと来るわ。私の家は植物がないと少し暗く見えるのよ。代金を払う頃には、雨が止んでいた。キースは商品を手渡してくれたから、私は向きを変えて立ち去ろうとした。彼の電話番号を聞くか彼は私のタイプじゃないから気にしないですか。随分極端だね。とはいえ先ほど可愛いと思いましたし、電話番号を聞きましょうか。帰る前に、この可愛い花屋で運試しをすることにした。ねえ、突然なんだけど、断ってくれてもいい？電話番号を教えてくれる？彼の顔が赤くなった。それは彼をさらに愛らしく見せた。あ、はは、光栄です。彼は慌てた表情から悲しげな表情に変わり、私の視線を避けた。誤解しないで聞いてください、僕は。あなたはかっこよくて、いい人に見えます。でも、僕の電話番号は知らない方がいいです。変な断り方だった。少しがっかりしたけど、彼に圧力をかけたくない。あ、それならいいの。買い物を手伝ってくれてありがとう。じゃあ、良い一日を。私は怒っていないこと、恨んでいないことを示すために笑顔を送った。彼の顔に、おどおどした笑顔が戻った。あなたも、雨がまた降り始めても急げばいい。早く帰ろう。でも店を出た途端に、体に悪寒が走った。髪が濡れたから？いや、何か。おかしい。お店の窓からキースが見える。彼は私をじっと見ている。でもさっきまでと違い笑っていない。目の焦点も合っていない。単なる私の妄想かもしれない。彼の表情をちゃんと見るには少し遠い。彼は親切だった。そんな風に思うべきじゃない。私は妄想を振り払い、家に帰った。翌日、いつもと同じルートで仕事に向かった。空はくすんだ灰色で空気はひんやりしていた。少し暖かめの服装でよかった。
おそらくそれが、通りがとても空いている理由になってる。今回は傘を持ってきた。横断歩道で青信号を待っていた。そうしていると、通りの反対側に誰かがいることに気づいた。普段なら、知らない人を見たりしないけど、何かが私の目を引いた。彼の顔に。青い斑点がある?あざ?いや、多分化粧ね。あざにしては明るすぎる。信号が青に変わり、私は道を渡り始めた。他の人も。彼が近づくにつれて、私は目をそらせなくなる。彼の異常なところは青い斑点だけじゃない。彼の目は大きく見開かれていてそのまま動かない。口の片側はくねくねした線が頬まで伸びていてこちらが不安になるニヤニヤした笑顔を思い起こさせる。眉毛は彼が苦しんでいるかのように上向きに湾曲している。彼は私が見つめているのに気づき、すれ違うタイミングでニヤニヤ笑った。一瞬、鋭い歯が見えた。覚えのあるおかんが背筋を駆け抜ける。ただのコスプレイヤー、私はそう自分に言い聞かせた。それは非常に納得のいく説だ。でも不思議なことに、彼を見たことある気がしてならない。変ね、あんな顔はそうそう忘れない。化粧をしていない彼を見たことがあるのかも。職場に着くと、その日は彼のことは忘れて、仕事に集中した。今日は仕事が多くない。いくつか電話を受けたけど、ストレスになることや複雑なことは起きなかった。同僚のジェイコブが私をパーティーに誘い、私が参加すべき理由を延々と話してくるのが厄介なぐらいだ。私は彼の話を聞き流し、ゆっくりとした一日を楽しもうとしていた。数時間後、私は疲れ果て、家に帰ろうとエレベーターの中で立っていた。数人の同僚に別れを告げた。建物を出ると、誰かが入り口の壁にもたれかかって腕を組んでいるのが見えた。横断歩道で見かけた男だ。キースだよね。そうだとは思いますが、姿だけでなく行動も変です。電話番号を聞かれて教えなかった人物がストーキングする意味がわかりません。化粧をしたから人格が変わったわけじゃないよね。店を出た時点で人格が変わったのならそうでしょうね。気になるのは、何がトリガーになったのかですね。お店にいた時は普通だったもんね。彼に直接話を聞いた方が良さそうですね。今回はここまでだね。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。ご機嫌いかがですか?キメちゃんです。ゆっくりに鳥だよ。彼と会話をしてみましょうか。彼のニヤニヤした笑みは初対面の時と同じくらい不気味だ。仕事場までストーキングしてきたの?何時間ここに立っていたの?彼は何かを期待しているように私を見ている。どうしたの?もちろん、電話番号を教えてもらいに来たんだ。とんでもないとわかっただね。さすがに彼に渡すのは危ない気がしますね。見かけ云々じゃなくて行動的にヤバそうな感じがするもんね。悪いけど、ノーと言わざるを得ない。彼がついてこないことを願いながら、急いで彼を追い越した。ついては来ないようだ。帰り道でも彼を見かけなかった。家にたどり着き、ドアのロックを解除した。アパートは私が外出した時のままだ。一つを除いて、コートを脱ぐと微風を感じた。変だ、窓は全部閉じたはず。どこからか誰かが飛び出してくるかもしれないと、慎重にあたりを見回すと、喉が閉まった。角を曲がると、体中に恐怖が広がった。キッチンの明かりがついており、ドアが開いてる。武器はないかと考えたけど、役立つものは思いつかなかった。キッチンにあるナイフ以外は、頭の片隅で電気を消し忘れただけかもしれないとも思ってる。まだ慌てる必要はない。私はキッチンに向かってさらに慎重に一歩を踏み出し、ドアを開けた。私に電話番号を聞いてきた男がカウンターにもたれかかり、自分の爪を見ていた。窓は大きく開いている。今回の彼は何かが違う。皮膚全体が青くなり、くねった線が両側にある。紺色だった瞳が紫になっている。おかえり。恐怖が胸に芽生え、後ずさりし始める。どうやって家に入ってきたの?早すぎる。彼を置き去りにしたはずなのに。なんで私のアパートを知ってるの?挨拶と自己紹介をしたかったんだ。君がチャンスをくれなかったからね。ちょっと寒かったよ。背中が壁にぶつかり、ドアが開くのを感じた。彼は私がパニックになっているのを面白がっているように感じる。僕はそんなに怖い顔をしてるかい?心配しないで、君が挑発しない限り何もしないよ。僕の名前はテネブリスだ。彼はカウンターから離れ、私に向かって歩き始めた。来ないで。テネブリスは立ち止まって眉を潜めた。最初は言うことを聞いてくれたのかと思ったけど、彼は手を頭に持っていき、わずかにうめき声を上げた。くそ、今じゃない。彼は頭を両手で抱え、髪に指を突っ込んでいる。どこかに行け。
彼は私に話しかけているのか、それとも気が狂っているのか、その両方なのかもわからない。私は逃げようとしたけど、目の前の光景に釘付けになった。彼の外見が変わり始める。青い肌はバラ色になり、くねくねした線は通常の口の形に戻り、目は小さくなっていく。手を下げてこちらを見る頃には別人になっていた。見たことのある人物だった。キース?ごめんなさい。こんなはずじゃなかった。全部僕のせいだ。私は唖然としてしまって、考えがまとまらない。めちゃくちゃな夢でも見てるの?どうして?何が起きたの?ちょっと説明が難しいです。彼は不安そうに私を見ている。あなたは、警察に通報しますか?するべきだとは思うけど、わからない。説明が欲しいの。あなたは二重人格なの?彼は頭を振った。いいえ、それよりも複雑です。彼は僕が生まれた時から一緒にいる、別の存在のようなんです。そんなのありえないわ。あなたは僕たちが切り替わるのを見たんです。今目撃したことを処理しきれていない。わかったわ、あなたを信じる。アパートに押し入られたのに、警察を呼ばないなんて変な話ね。二度とこんなことは起こさないと約束します。僕は疲れていました。僕が疲れ果てると彼は僕をコントロールしてしまうんです。私は一瞬彼を見つめた。彼は本当に罪悪感を感じているように見え、その哀れな表情には説得力がある。でも、簡単に信じていいの?警察を呼ぶか呼ばないかだね。信じられないような話ですが、目の前で見てしまいましたからね。罪状自体は不法侵入だからずっと刑務所ってわけにはいかないし、ならむしろ仲良くなっておいた方が良さそうだね。小さなため息が漏れた。彼を言うことを信じるのはおかしいかもしれないけど、今のところは、警察には通報しないことにした。わかったわ、あなたを信じる。彼は安心したようだ。でも、私は安心できないわ。彼が別の存在ってどういうこと?彼は危険なの?彼は他のどの人よりも危険ではありません。彼に悪いことをさせないと僕は約束します。魅力的ね、番号を教えたくない理由はこれだったの?大丈夫、私は彼を怖がってないわですね。テネブリスは侵入したりはするけどそれ以上のことはしないのかな?キースの話を信じるのならそうなりますね。なら、魅力的に感じてみようか。正直なところ、この状況は奇妙だけど魅力的ね。え?私は見たことがないけど、悪魔みたいなものなんでしょ?僕たちを、魅力的だと思うんですか?私は彼を黙らせてしまった。ごめんなさい、嫌だった?そういうつもりじゃ。いえいえ、大丈夫です。僕はショックを受けていました。他の人は大抵、僕たちから離れるか、二度とテネブリスを出さないようにと言います。でも、僕は彼が悪魔だとは思いません。彼に適切な説明があればいいんだと思います。僕は説明するのが得意じゃないけど。彼が話している間、彼の唇の端に小さな笑みがこぼれ続けていた。あ、もう行かなきゃ。こんな遅い時間にお邪魔しちゃってすみません。何度も謝るようですが。彼はキッチンから出て、私を通り過ぎようとした。彼にもう少しいてくれるように頼む。彼に電話番号を聞く。彼を行かせるだね。それなら、今度こそ聞きますか。待って。今回は電話番号を教えてくれる?もちろん、断ってもいいけど。彼は立ち止まって、眉を潜めた。この後も、僕の電話番号が必要ですか?ちょっとね。変かしら?別の男のせいであなたを諦めたくないの。あ。本当ですか?もちろんです。僕の電話番号を教えます。私は彼が興奮しているのを見て笑った。紙とペンはありますか?私はうなずき、リビングルームに向かい、紙とペンを探した。1分後、それらを手に戻ってきた。キースはすぐに電話番号を書き留めた。彼は自分の名前も書き、その横に小さなハートを書いてから渡した。私はそれを受け取り、満足した。気をつけて帰って、外は暗いから、後でテキストメッセージを送信して、無事に帰れたかの確認をしたいの。わかりました。心配しないでください。僕は大丈夫です。おやすみなさい。おやすみ、キース。そして、彼は去った。最終的に電話番号は手に入った。見えない費用がかかったけど。キースエンド。なんとかなったってことかな?それにしてもテネブリスはどういう人物なのでしょう?私たちが避けてたからだけど、そういえばわからないね。このゲームはグッドエンドが2つ、バッドエンドが2つ、セーフエンドが1つとなっています。これは多分グッドエンドだよね。もしやテネブリスにもグッドエンドがあるのでは?そう考えると、本当に大丈夫な可能性もあるのか。それなら次は、テネブリスルートを探してみましょうか。
今回はここまでだね。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう、バイバイ。ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。それではテネブリスに電話番号を教えてみますか。私はペンを取り出した。手の甲に書いてもいい？彼のニヤニヤ笑いは薄れ、さっきまで馬のように興奮していたのに私のポケットを見つめている。え、本当に？私はうなずいた。彼はこの状況を処理するのに1分ほどかかった。彼は最終的に手を差し出したため、私は彼の手の甲に電話番号をかけた。彼の手にも斑点があった。肌の青い部分に触っても色がつかない。化粧じゃないの？彼はじっと手を見つめていた。電話番号を書いたのは、俺がここにいたから？いいえ、あなたが魅力的だと思ったからよと彼は黙って感謝すべきだわですか。好感度を上げたいから、上の選択肢だね。あなたはかっこいいわ。私の大胆さは彼をさらに驚かせた。これ以上話はないみたいだったから、私は家に帰った。帰り道で彼は見かけなかった。展開が違うところまでカットします。彼は私を壁に叩きつけ、その場に固定した。顔全体が恐ろしく痙攣してる。君は俺が好きなんでしょ？そう言ったよね。彼の声はとても興奮していた。ああ、君が好きなんだ。何を言ってるの？手を離して。私が暴れようとすると、彼の力が強まる。動こうとしても私を傷つけるだけだ。不公平だよ。僕は君の名前を知ってる。でも僕の名前を尋ねなかった。ピク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 。なんで君は自分の番号を教えたのに、俺の番号を聞かなかったの？ちょっとしたプレイ？私は、私の声は彼の欲求不満のうめき声にかき消された。あいつが黙っていない。あいつが黙っていないよ。彼は歯を食いしばり、さらに力を強める。本当に痛い。このままだと、骨が折れる。ピク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 。彼の顔が変わり始める。目は小さくなり、口は元の形に戻り、皮膚はバラ色になっていく。昨日会った花屋の店員が目の前に現れ、私はショックを受けた。キース？キースは目がくらんでいるように見える。彼の笑顔は、青い肌の男と同じくらい狂ってる。彼はクスクス笑い、私の全身に震えを送る。それでも脅威はあまり感じなかった。話してもいいでしょうか？僕たちはあなたのような人をずっと待っていました。何が起こっているのかわからない。悪い夢なの？こんなの、ありえない。みんな、どこかに行っちゃうんです。でも、あなたはとどまった。あなたは僕たちの両方が好きだから。私はまた暴れようとしたけど、彼の腕は動かない。彼の手を見ると、まだ青いことに気づいた。彼はキースの顔をしているけど、私を固定しているのはさっきの男だ。なんなの？僕と一緒にいてください。ピクピク。口の片側が再び伸び始める。彼の目のすぐ下で止まるまで、上上と登っていく。目に見えないパンチでも食らったかのように、青い斑点が再び現れた。俺と一緒にいて。右目がまた大きくなっている。ピク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 。もうどちらが話しているのかわからない。僕たちと一緒にいて。声が不揃いになった。キースの声の後半部分に別の声が加わってる。僕たちは一緒に幸せになれる。僕たちは決して離れない。私の足はまるで溶けてしまったみたいだ。叫びたいのに声も出ない。絶対に離れないで。僕たちの体が棺桶で腐るまで、一緒にいて。世界が終わるまで。誇り以外何も残らなくなるまで。彼は笑いながら喘ぎ、私の顔に寄りかかってきた。そして囁き声で話しかけてくる。ゲームを閉じないで。バッドエンド、永遠と共に。キースが言っていたどの人よりも危険ではないというのは。もしかして自分のことも含んでたのかな。今のを見る限り、キースにも危ない一面がありますね。これは、両方の好感度が上がってたからこうなったっぽいね。なるほど、彼らにはこういう危険性があるのですね。そうなると、テネブリスのルートに行くにはキースの好感度を下げなきゃね。というわけで最初の場面でキースに全く興味を示さないようにしてみました。どうやって入ったかなんて問題になるの？俺は君ともう少し話をしたかったんだ。普段は長時間コントロールできないからね。コントロールできない？何を言ってるの？君は僕を好きみたいだ。だから少しくらいいても構わないよね。何かお土産を買おうとしたんだけど、時間がなかったんだ。彼は、この状況が異常なことに気づいていないみたいだ。彼を帰らせる、彼をとどまらせる、警察を呼ぶか。バッドエンドはあと1種類ですね。キースにしろテネブリスにしろ、警察を呼ぶのがバッドエンドなんじゃない？セーフエンドというのもあるので、そっちかもしれません。とりあえずとどまらせるを選ぼうか。私は熟考した。この状況は正気な人ならこの狂人を通報してる。でも、私は正気じゃなかったみたい。その上、
彼は無邪気な雰囲気を持っていた、害を及ぼすつもりがないと信じられるほどに。わかったわ、少しだけいてもいいけど、その後に帰って、夜遅くだから疲れてるの。テネブリスは私に不気味な笑顔を見せたけど、多分幸せなんだと思う。うん、あまり長いはしないよ。わかったわ、まあ、くつろいで。何か飲む？テネブリスはキッチンにあったスツールに座りうなずいた。ニヤニヤした笑みはそのままだけど、彼は私が滞在を許したのが嬉しかったんだと思う。冷蔵庫を開けて、いくつかの候補をあげた。彼に飲み物を渡して自分の飲み物も持ったら、私は彼の反対側の席に着いた。変な初デートだけど、好きよ、自己紹介をして、アパートに侵入するほど、私の何が良かったの？ですね。好感度を上げるなら一番上っぽいけど、他のも気になるね。そういえばテネブリスという名前以外、彼のことはよくわかりませんね。それに、テネブリスが主人公のどこに惚れたのかよくわからないよね。一目惚れとかですかね。とにかく、これでテネブリスと会話できそうだね。長時間コントロールできないようなので時間との勝負ですね。今回はここまでだね。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう、バイバイ。ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりに鳥だよ。テネブリスと会話をしてみましょう。テネブリスの顔は少し小青に変わり、彼の目はどういうわけかさっきよりもさらに大きくなった。ああ。君はこれをデートと思っているの？さっきまで自信満々だった彼は、急に恥ずかしがり屋になったようだ。あなたがそう思いたくないならそれでも構わないわ。違う。つまり、デートでいい。そう思っていて。彼が唇を噛むと、いくつかの鋭い歯が現れた。俺はこういうのに慣れてないんだ。私は小さく笑わずにはいられなかった。大丈夫よ。可愛いと思うわ。彼は別のことを話そうとしたけど、音が出る前にひるんだ。どうしたの？テネブリスは両手で頭を抱えてうめいた。ごめん、ここまでみたいだ。彼は立ち上がり、窓に向かった。私も立ち上がる。本気なの？玄関があるわ。君の手を煩わせないよ。大丈夫、君に会えてよかった。彼を止める前に、窓から飛び出してしまった。私ができることは、ショックで窓を見続けることだけだった。彼が無事かどうか確認するために窓に駆け寄った。私が窓から頭を突き出した時、ちょうど彼が通りを走っているのが見えた。ここは2階よ。どうやってもうあそこまで？多くの疑問が頭によぎった。彼は人間だったの？今日、彼が不可能なことをしたのは2度目だ。次に会う時は、彼にたくさん説明してもらわないと。好奇心を満たすためであっても、彼にもう一度会いたいと思ってる。テネブリスエンド。これで二つ目のグッドエンドだね。この後に、テネブリスへ他の質問もしてみました。自己紹介をしてを選んだら。俺は20代だ。ビデオゲームと星を見るのが好きだ。嘘つきと浅い人間が嫌いだ。あと甘いものも大好きだ。と答えてくれました。意外と普通に話せることがわかったよ。家に侵入した理由を選んだら。悪いことをしなければ大丈夫だと思った。君に一目惚れしたし君も俺のことが好きだと思ったから侵入したけど、興奮しすぎたみたいだ。ごめん。と謝罪されました。変に律儀なんだよね。そして、残りのセーフエンドとバッドエンドも見てきました。セーフエンドはキースおよびテネブリスを警察に通報するとなるよ。その時の画面がこちらです。セーフエンド、あなたは彼らから逃げた。警察に通報すると、キースはそのまま逮捕され、テネブリスは高速で逃げます。テネブリスは最後まで主人公に自分は話したいだけなんだと叫び続けるよ。しかしこのエンドだと主人公はキースおよびテネブリスのことを全く信用していません。おそらく、キースとテネブリスはいつもこんな感じで生きてきたんだろうね。そして最後のバッドエンドがこちらです。テネブリスに電話番号を渡した後に、私に感謝するべきを選ぶとこのエンドになるよ。このエンドだとテネブリスが逃げようとする主人公を捕まえて、主人公の後頭部を床に叩きつけます。テネブリスは挑発しなければ害を加えないって言ってたから、逆に言えば挑発したら害を普通に加えるんだね。確かにテネブリスは見かけほど危険ではないですが、キースが言っていた他の人よりも危険じゃないっていうのは違うよね。バッドエンド、罰せられる。結論から言うと、キースにしろテネブリスにしろ危険な一面があるということですね。そしてその危険は両方の好感度を上げることによって起こる。ちなみに彼らを無視し続けるとテネブリスエンドになります。多分、テネブリスが主人公に一目惚れしたからだね。今回でデュアリティはアップデート待ちになります。次回は完璧なボーイフレンドと過ごすホラー系恋愛ゲームを考察します。近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。
また会いましょう、バイバイ。